玉藩うなるは、トルコアンカラ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。1999年、現地レルビルリー SK でプロデビュー。2001年から2003年の間、アサッシュスポル、アンカラスポル、ヨズガトスポルといったクラブで研鑽を積み、2003年夏に現地レルビルリーへ戻った後カイセリスポルへ移籍した。 2005から06シーズンの UEFA インターとと、カップにおいては8試合で6得点を記録した。このような活躍により、ガラタサライ s k などから注目され、2007年夏に同クラブが契約に動いたもののカイセリスポルがオファーを拒否したため破談となる。また F c ルビン火山も600万ユーロで獲得を試みたが失敗に終わった。2008年6月3日、 トラブゾンスポルへと移籍する。2010年1月18日、350万ユーロの移籍金と、それまでフェネルバフチェ SK からエスキセヒルスポルへ、レンタルされていたブラックユルマズとのトレードで、フェネルバフチェへと移籍した。契約期間は3年。2011年1月に、イスタンブル BB へ、レンタル移籍。シーズン終了後にはカイセリスポルへ復帰した。 2018年1月より、バンビービーに加入した。2019年12月17日、カイセリスポルのアシスタントコーチに就任することが発表された。ありがとうございます。